吉田さん、菅原大吉さんですか。そうそう、この方ね、脇役としてはね、いろんなところですごくいい役やるんですよ。時にはかっこいい役、時にはちょっと落ちこぼれの役、どんな役でもこなす、本当にね、Vシネには絶対必要な脇役さんだと思います。どんな役もこなすおじさんです。で、今回ね、まあ、最後にはちょっとお母さんと一緒に心中してしまう役なんですけども、どの場面切り取っても非常に生きることに前向きで一生懸命で、でも時代にその不器用さがこぼれていく。でも心にはすごくね、優しくって誠実なんですよね。だからこそなんかこう、世の中の矛盾というか、要領よくなんか途中であれでしょ、貧困ビジネスで稼いでる挑発のメガネのやついるじゃないですか。あんなんポン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 100万200万稼いでるわけですよね。だからもう時代ですよね、世の中ですよね。結局楽して人生を謳歌する者もいれば、正直者がバカを見てるところもあって、そのギャップがなんか私たち視聴者の胸をえぐるじゃないですか。本当になんかね、なんてやるせないっていうかね、この人になんかいいことあればいいのになと思って、最後にいいことがちょびっとあるんだけども、ちょっと前後して、結局は借金取りかね、アパートに行って金届けに来たけどいねえやみたいな感じで、それで同じ時間にその河原で心中してるっていうね。で、なんかこう靴脱いで靴下でこう浜辺をお母さんもおんぶして歩くじゃないですか。で、遠くでこうお母さんをね、締め殺す演技があるんですけども、そこもなんかちょうど音声が聞こえないような、遠くから見てるようなシーンで、もう何もかもすごいですね。でもこんな世の中があっちゃいけないっていうのと、こういう人を一人でも減らすために私たちがビジネスを提供する側としているんだろうなと思いますね。ただね、やっぱりね、無料で教えてくれって人に対してはちょっとなかなかもう手出しができないですよね。うん。なんか頑張る、まだまだ間に合う人のために私たちはいるのかなと。うん。だから本当に手遅れになっちゃった人って政治が救うしかないんで、そのためにはもう一つのメインチャンネルね、黒幕の方が役に立ればなと思っております。いってらっしゃい。